2014年ヨーロッパ陸上競技選手権大会は2014年8月12日から8月17日までスイス連邦中立飛州中立比で開催された第22回ヨーロッパ陸上競技選手権大会スイスでヨーロッパ選手権を開催するのは1954年のベルン大会以来2度目である2010-2012-2014-2016-2018 男子トラック A マイ枚ーヌメキシベナバが当初優勝したがホームストレートでシャツを脱いでしまいナンバーカードはいかなる方法でも見えなくしてはならないという国際陸上競技連盟の規則に違反したため優勝を剥奪され2位以下が繰り上がった男子フィールド2010-2012-2014-20162018女子トラック女子フィールド開催国100メートルと200メートルの2冠を 達成したダフネシパーズ 50km 競歩で世界記録を樹立したヨアンディニズヨーロッパ陸上競技連盟に加盟する50カ国から選手が参加した。ありがとうございます。